皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレスエニーボタンでございますけれどもですね、まあ、今自分はですよ、このランダムキャラ選択でランクマッチをやっているわけなんですけれども、まあ、ランダムというのは試合にならないと自分が何のキャラを使うかわからないというものになっておりまして、で他のゲームですとランダムキャラ選択っていうのはあるんですけれども、でもこのストリートファイター6ではそのランダム専用のレートを作ることができるんですよね。他のゲームですとランダムでやったとしてもですよ、じゃあ例えばランダム使って竜を引いたとするじゃないですか。そうすると竜の LP の増減があるだけで、ランダムの LP というものはなかったんですよね。それが今作ではしっかりと、まあ、実装されているということで、まあ、最初のうちは絶対にマスターになるなんてことはないというふうに思っていたんですけれども、まあここまで来ちゃうともう駆け抜けるしかないかなっていうふうに思ってますよね。この LP が2万5000以上になりましたらば、ランダムでマスターになれるということになるわけなんですけれども、現在は、24,600 ぐらいまで来てますね。あとだから2動画ぐらいでいける。今回はさすがに無理かなと思いますね。そうですね、はい。まあしかし調子に乗らずですよ、しっかりと今回も勝ち越しを狙っていきましょう。まあ、ちなみになんですが、まあ、再三お話はしているかというふうに思うんですけれども、リリース当初のマスターとこの発売から5ヶ月ぐらい経った今のマスターとちょっと意味合いは変わってきてるんですよね。というのもマスターになったプレイヤーっていうのはマスターから落ちることがないので、強い人はもうマスター以上に、まあ、ある意味では閉じ込められちゃうんですよ。マスターの部屋に閉じ込められちゃう。でそうじゃない人しかマスター以外のレート帯にはいないんで、まあだんだん初期の頃よりは勝ちやすくなってるのは事実ですよね。まあ、ですからなんかマスターでランダム、あごめんなさい、ランダムでマスターにもし、えなんで剣取れもしたら剣になったんだそういうジンクスあります、わかりませんがね。落ちます。安いよ。ほっ、怖いんでねガード投げの剣しちゃいます。当たった。怖いからね、もうぶっぱ一回見せられるとね。違う技が、これ割り込み。このゲームは小技ガードした後大体こっちが有利なので、ここら辺で途切れるだろうっていうところで弱パンを打つことによってしっかり勝てるというところ。ただ連打キャンセルというのもあるので、やばい、バックステほいはーい、バックステ合ってないか、なんでかくってる、逃げろ、生きらんないかな、あ相手のことはバウンドしてるじゃん、スーパーツのコマンド間違えてました。あー読み合い全部分けてる、ことごとく。あーダメだ、上も出ないし下も出ないし、どうしようここどうしようここ、上出ない、終わったっぽい、あー対空が出ない、こんなんじゃマスターなど夢のまた夢、生きてる、バウンドしてるんだよな、さあ最悪だ
絶対勝ち筋やったんですけどね。無念です。やはりなんかまあマスターになれそうです。そしてそのマスターなんて難しい、ランダムでできるのすごいって思ってくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが、多分このゲームを発売日からやってる人は結構な人ができるとは思います。やろうとしてないだけで。ぜひ、いやそんなこと言われてもできんのかな、やってみようかなっていう人はやってみていただきたいですよね。意外といけると思いますよ。だからハズレのキャラ引いちゃった時はしょうがない。でそこで最低限でいいと思いますよ。インパクト、対空、基本連続技、この3つ、あと投げですね、4つ、この4つで多分食っていけると思います。でもいろいろやろうとすると難しいですよ。だ意外と竜とか引いた時の方がまあ楽かもしれませんよね。ダルシム引いた時の地獄をねちょっと味わってほしいっていうのはありますけどね。さあ1戦目負けてしまいましたんで頑張っていきましょう。すごい、むっちゃガードして、そして投げ、あーい、あっ、当たってくれてよかった。垂直、違うか、噛み合わない。よっしゃー、さあこの噛み合いの試合しっかり取りたいですよね。うーわー、あの中足届かんかねー、にゃんにゃーん。猫ちゃんニュースはこちら。中足かー、おいしい。なんで浮くの？破産車内。あっ、やー、はいはい、最悪だー、同じようなキックしちゃった。負けるかもしれません。あー、これよかったー、バウトしてましたよね、相手の方ね。これ多分コパオーディー昇竜とかで、あ、てか起き上がりオーディショールでよかったな。うまい、ビタから撃たれた可能性大小大なり小なり、法隆寺おいしいコンボが入りました。いいコンボが皆様の食卓にお届けできたようでございますからの、はい、無理はしない。いい、無理なのこれ、マジで逃げます、必死に。前からのスタートというのもおつなものじゃありませんか。しかし前回前々回前々前回はかなりこういう状態からでも勝てていましたんで、この後3連勝、まあ、ああピンチになってからだろうな、ああそこからだ、ああ負けさせてからだろうな。まあでも今の試合の負けはちょっとね、っていうかなんか今回はなんかそのマスターにはまあ皆さんも慣れますから頑張ってくださいみたいな体が多分ね、かなりそのダイヤ隊の方々を魚でした可能性がありますね。みんななんかちょっとこの牙を見せてきてる風な感じはありますね。なんて言うんでしょうね、貴様逃さんぞみたいないやだからこの試合も結構ふんどし締めてかかりませんと危険な気がします。まあ相性的にはもうガイル絶対有利だと思うんですよね。
怯えがすごいです。絶対こんなにね苦労する戦いじゃないんですよ。最強キャラていうかガイルって、まあ、自分はあのマスターまでしてその後はそんな勝ててないというプレイヤーではあるんですけれども、まあでもねキャラは相当闇深いキャラだと思いますよ。ほい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 、ああびっくりした、ちょっと今バーンアウトじゃなくてインパクトを潰すとはちょっと思ってなかったので怯えがすごかったです。まあ、ただねガイルはやっぱり難しいんですよ。やっぱり難しい。そのキャラとしてはあまりにも凶悪ではあるんですが、プレイヤーのこの少なさを見てくださいよ。多分ね使用率で言ったらかなり下位だと思いますよね。本当にダルシムとかどうでしょうね。まあ、ジェイミーとかも少ないっちゃ少ないと思うんですよね。ただそのダルシムやジェイミーっていうのは極めた末に、まあ、やっぱりその最強キャラにはなり得ないというところではあるんですが、ガイルは極めれば最強格のキャラクターではあるわけですよ。まあ、JP という天敵がいるっていうことを除けば本当に強いキャラだと思うんですよね。でもやっぱりめちゃくちゃ難しいんですよ。もうむちゃくちゃ便利だあ、ここで来るか。今回勝ち越し、ここかなりキワキワですね。あ、もう終わりです、終わりです。おっと、びちゃ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 びちゃ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 、お、この距離で撃ってくる。これはパナシじゃないですよ。見てからです。安すぎる驚きの安さですね。ポチッラッキーです。マジ？やったー！すっごい、すっごい情けない勝ち方でしたけどもね。後ろのでもあれモニュメントみたいなあれどうなってるんですかね。ラッキーです。ジャンプ入れやがですからね。そうですね。あ、今落とされるかと思いました。ちょっとドライブゲージが欲しいですね。いやこれ分かんないな。あーやりすぎた。ちょっと待ってください。ビオラセター後のコンボ分かんないな。しゃがみ飛び込みしゃがみ強パン強スピバでもよかったのに、チューチューっていうね。ほんと終わってましたね。いいよ。しかも相手の方パンアウトしてる。マージか。それは賢い。いいよ。丁寧に丁寧に勝ちたい、勝ちたいですよ。まずいな。みっともない。飛行剣さっきと同じだ。連戦したいですけどね。こんな4戦目ぐらいで連戦してちゃいけません。最終戦しっかり攻めて勝って
今回は町越し確定ですけど、町越しっていうのはですね、負け越しと勝ち越しがすごいですね。今自分がスラスラと喋っている中で、ね、スッと出てきた単語、かなりの造語ですよ。なかなかこれ作れる人いないんじゃないですかね。町越しって言いましたよね。だから負け越しと勝ち越しが混ざっちゃったんですけれども、負け越し確定って言いたかったのに、なぜか心はやっぱり勝ちたいと思っていたから、勝ち越しっていう単語の方が多くなりましたよね。ましか負け要素なかったですからね。いや、でもまあ本当にチュンリーは鬼門中の鬼門ですから、ピューラした時のあれすごかったですね。我ながらすごっと思いました。まあでもなんかああいうところももう少し詰めれば、このレート帯で戦っていけなくもないかもしれませんね。基本コンボは一応できるので、あとは野となれ山となれ。さあラッシーの対空しっかりしないといけませんね。相手の方3サイズが書いてあるんですか。あれ3サイズって何でしたっけ。ゴーキャン、そこで、あー無理、上しか見てなかったです。すげえちょっと待って、これやばいやつだ。息を吐くようにインパクト打ってくる方、いやこれねー、これきついっすよ、これきつい、どうすっかな。いやーこれきついな。グラップとかできるんだ。ミスった。ねえ、ちょっとこれどうする。バーンとしたけどしょうがない。うっさ、あれ首から繋がんないか。いやひどい回になりましたね。まあしかしたまにはこういうのがあった方が次の回が映えるってもんですよ。いやちょっと一個だけ確認しましょう。最後のラシードのコンボ、あれ飛び一回、いや密着が入るんですよ。ちょっと確認しましょう。こういうのはしっかりしなくちゃいけませんからね。こういう負け方をして、そしてそれは結果として受け入れなくちゃいけないんですけれども、まあ、しかしふざけんな、俺ともあろうものがなんで負けなくちゃいけねえんだっていうことじゃないわけですよ。ちゃんと確認をしないとですね。特に自分はランダムじゃないですか。どのキャラもちょっと浅瀬でチャプチャプしている感じなので、こうこうこう、あれちょっと待ってよ、入んないわ。そうか、なるほど、これ飛びからとか関係ないですね。中継を挟んじゃうと入んないんだ。で中継挟まないとイチャ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 、これ入るんですね。あーなるほど中継挟まなければ入るんですね。いやなんかバーンアウトしてましたよね確か。だからちょっと、いやーやっちゃいましたね。まあでもそうですね、こうやって一歩一歩強くなっていくわけです。まあ今回はねちょっとなんか冒頭でちょっとこうもうあと数回、もしくは今回でもしかしたらこうマスターになっちゃうかもしれませんねみたいな、調子乗りすぎましたね。やっぱりこのダイヤ帯一筋縄じゃいけません。あー悔しいけど、まあでも今回終わりにしましょう。次回、次回、そして次回この辺でマスターになるとちゃんと
約束します。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。